はい、こんにちは、麻婆8ビットです。今日は、10月3日、木曜日ですね。ただいまの時刻は、11時4分です。今は、茨城県、城里町ですね。今からご飯を食べに行ってきます。今向かっているところは、ラーメン屋さんなんですけど、およそ200メートル先、目的地は右側です。つい最近ね、2ヶ月前ぐらいかな、オープンしたみたいで、あのあれかな、白い看板ん、この辺だな。あ、これか、ラーメン営業中って書いてある。目的地は右側です。お疲れ様でした。これどっちに止まるんだ、こっちでいいのかな。ラーメンゆりさんですね。駐車場こっちか。あ、やってなくね、休みだ今日。あ、でも営業中となってる、大丈夫だ。そうですね、2時半まで。タイトルね、何してるの、こちらがね、リバーサーとの海藻みたいなのを買ってる。秋田名物。こちらが名古屋コーチンの友達ご飯。こちらが、名古屋コーチンの友達ご飯です。はい、美味しい、やっぱ全然違う卵。うん、甘みっていうか濃いね。こちらは夢のファイターの醤油味玉付きですね。美味しそう。こちらがファイターの塩です。あ、美味しい、美味しい。うん、ちょうどいい。あ、うまい。うん、うん、うまい、うまい。もじまうん、まうん、うまっ、おいしい。あ、いいこと考えた。海苔で卵を巻く。うまっ、おいしい。ごちそうさまでした。うまい。うん、
ちょっと。よいしょ。いや、まじうまいね。美味しかったよ。はい、今日は10月5日土曜日です。ただいまの時刻は、11時55分ですね。今からね、ご飯を食べに行ってきます。はい、今はね、茨城県の城里町で、こちらですね、続いて目的地は左側です。ご飯屋さんねねさんです。ああ、結構車入ってますね。人気だ。目的地は左側です。お疲れ様でした。いや、お腹すいた。こちらですね、前はね、セブンイレブンになってます。ああ、人気があるんだね。気まぐれメニュー、牛すじカレーいいな。やっぱりただいま満席だ。ナンバー書くんだね。車の中で待ちますか。次から次へとね、車来てね、帰ってきますね。待ち時間があるんで、ね、はい、こちらですか。はい、はい、ちょっと、はい、はい、次のこちらはね、夏煮の単品。飲んでる理由が分かったよ。めちゃくちゃうまい。あのね、もつがね、とにかく柔らかい。本当大おすすめです。はい、今日は10月8日火曜日です。ただいまの時刻は、12時25分ですね。およそ300メートル先、目的地は右側です。今は、茨城県城里町です。もう少しでね、ご飯屋さんに着くんですけど、この辺みんな路駐してんだ。これ駐車場ないのかな。大盛り焼けさん、あ、なんか駐車場なさそう。どうなんだろう。この辺に目的地は右側です。お疲れ様でした。駐車場どこ。これ
ってないね。しかも。ちょっと待って。やってないね。ちょっとやってないかな。こちらなんですけど。やってないね。マジか。営業されちゃったのかな。わかんねえな。仕方がないのでね、違う、食堂屋さんに行きたいと思います。あれか、営業中の旗。目的地は右側です。お疲れ様でした。これだけど車がどこ止めていいんだろうね。これみんな路中してんの、ね、これ路中してんのですね。丸井食堂さん。席空いてる？あ、空いてる。空いてる？よいしょ。全体的に値段が安い。こちらね、ハムカレーとラーメンのセット。結構なボリューム。嫁が、あとね、半チャーハンとラーメンセット、塩ね。ああ、ほうほうほう、おいしい。よいしょ。カレー美味しい。うん。うまい、カレー。うん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 。うまい。はい、ごちそうさまでした。お腹いっぱい。いっぱいだよ。よいしょ。いやー安いしね、ボリュームあって美味しかった。今日の放送はこれで全部終わりました。お休み前にもう一度火の元戸締まりにお気をつけください。マロさんねー。